dedicated game channel by Kotaneta. みんな、お元気？さて、始まりの話題は、今年最初のウィナーの発表から、フローズンダゴン3名様へ。そのウィナーは1月1日16時44分の俺様、1月2日7時50分8時23分のプレイヤーの方々となりました。おめでとうございます。ということで、運営へ ID を送付しました。ただし次の話題にはご注意ください。それじゃ次の話題はコメントいただいて確認すると、おやってことで、レイさんの固有アビリティがフローズンダゴンには適用されてない件について、初歩的なバグなのか、フローズンダゴンはダゴンとは違うロボットだからなのか、今のところははっきりしてないけど、一応ご注意くださいってことで、運営にはバグレポート提出してるけどね、すぐには直されないだろうから。とりあえず姉さんで育成するか、他の新パイロット登場を待つかだね。次の話題はこのベブホの固有スキル防御ポイントについて、もしかするとビギナーさんに誤解を与えるんじゃないかってご注意くださいって内容の確認です。この防御ポイントの数字は件数ではなく防御ポイントそのもののようで、しかもヒルコのアビリティのみに連動してるみたい。それじゃ4分間のバトルでどれくらいのカウントアップあるのか確認しましょう。これだとセブンの方がいいかな。それでは次の話題は、トリックスター1つ装備と5つ装備ではどちらが威力高いのかって、そりゃねー5スロットの方が高いに決まってるでしょうって思うよねー。本当にそうだと思ってるでしょ。そうなんです、確かに高いけどねえってことで、こういうことになりました。ちなみに5スロットのディフェンスモードは再確認し、計算がおかしいと思うけど、まあ問題はほぼダメージは変わらないってことです。これは以前の再検証と同じだけど、次のアンプによるブーストについても驚きの結果に。どう？これってアンプブーストはドットまで影響しないし、複数の武器でドットを重ねてるつもりでも上限30で足切りとなるので、エネルギー弾そのものの微弱なダメージのみブーストしてるってことだね。そうなるともうね、ドット系新武器を複数装備してるプレイヤーを見かけると理解されてるといいんだけどって思ってしまうね。そこで他の武器ってことだと、好みとバトルの癖かもしれないけど、レーマーとの相性がやっぱり定番かなってことで、アンプブーストの威力を再確認ください。まあ結局のところは好みの問題となるけど、オールテイマーとするか、トリックスターを一つ装備するのかってことになると、最終的にはドットダメージを与えた方がキルは取りやすいんじゃないかな。少なくともアシストは取れるしね。次の話題、おちょこちにはドット系、ラスト系、スラッグ系どれがいいんだろうってことで、計測は3秒とスラッグ打ち切りのラップタイムで確認します。
どうかな、やっぱり3秒ではラスト系が優先とはいえ、切るまでのタイムはどうかな。キルタイムでのフェンリルは防御システムを発動した状態に変わってます。これだと大差ないように思えるね。ってことで、次にドット系を含めた装備でダメージゲージを並べて同時に確認しましょう。どうかな。それではラップタイムごとに、3秒までは大差ないけど、オールスラックが一歩リードだね。次に5秒ではドット系を含めると見た目ゲージは同じだけど、カウントでは10万近くの差が出てるね。そして7秒だと、もうオールスラックとラスト系とスラックの混合が優先だね。もちろんどれが一番とは言えないけどね。特にスラックは250メートル以内ってことが前提のダメージだからね。一つの参考として、最後の話題はデータパッドでゲットしましたってご報告、来週にはまた確認できるかと。それではご視聴いただきありがとうございます。おやすみなさい。